田辺市立図書館は、和歌山県田辺市東洋にある公立図書館。和歌山県で2番目に開館した図書館で、現存する中では、県内最古、近畿地方の市立図書館では最古である。郷土ゆかりの武蔵坊弁慶に関する資料収集を重視している。市立の田辺図書館として1900年2月1日に開館した。これは、 図書館令が制定された翌年のことであり、記録に残る中では、和歌山県市販学校県とも会図書部に次いで、和歌山県で2番目に開館した図書館であった。当日は、西室郡田辺町中屋敷町51番地に、西室郡町、田辺町長をはじめ、田辺町内の小中学校長ら26人が、開館準備のために集結し、初代館長に、 伊藤寛一を専任した。伊藤は田辺キリスト教会の牧師であり、1893年に田辺に赴任して以降、田辺幼稚園の創設に携わるなどしてきた。伊藤は地方に図書館が必要であるととき、有識者に呼びかけ、地元青年の親牧会であった熊用クラブが図書館開設運動の中心に立った。 開館一年目の田辺図書館の維持秘密込みは180円で、うち30円を田辺町からの補助金で賄い、残りを参助会費と正会費で負担する計画であった。図書は個人蔵書の借用や有志の寄付に頼った。来館者数は10人以下の日がほとんどで、同年4月22日に送館したばかりの室新報は、送館号で図書館のことを、ただこれ、 新聞雑誌従覧書のごときものと書き立てている。なお、室新報は1910年に西室郡塩の岬崎村の青年会が塩の岬崎図書館を建てた際に青年会にしてこの大企画をなせる県下塩の岬崎をもって講師とす田辺の図書館など観覧に絶えずというべしと書いており、田辺図書館には厳しい評価を下している。開館から三ヶ月後の5月10日、 田辺図書館は文部大臣に対して図書館設立に不改新書を提出した。改新書には1900年5月1日に設立したと書かれており、それまでは準備期間であったようである。設立の経緯や来館者数、図書や資金の寄付状況は田辺図書館にしに記録されており、田辺市市第館に収録されている。田辺図書館には有力なパトロンが存在せず、 開館2年目の会費収入は、月々8円30銭と運営にかかる、見込み金額の半分にも達せず、1904年には、年間運営費を65円と記録している。すなわち本来かかる、はずの経費を3分の1に切り詰めて運営していたので、ある。厳しい財政事情を反映して、図書館は1902年に、中屋敷町から、本町横町へ、 1907年6月に田辺小学校へ1911年に本町67番地の熊本邸へと移転を繰り返した。田辺に住んでいた水方熊楠は1911年2月8日に図書館を利用しようと田辺小学校へ行ったが、すでに本町の熊本邸へ移転したと言われた旨を日記に書いており、目まぐるしい移転に住民がついていけていなかったことが、 伺える。1912年5月時点の蔵書数は、和漢書が9700冊、洋書が580冊であり、その中には、個人からの借用図書も含まれていた。なお、田辺図書館とは別に、1912年8月13日より、キー教育会西室群司会が、巡回文庫を開始した。現行の田辺市域では、田辺、港、西の谷、 新城の小学校に10日間文庫が置かれ、希望者が閲覧した。拡張村に10日間しか設置されなかったため、情報伝達手段が発達していなかった時代背景もあり、田辺などの都市部はともかく、農山村では、巡回文庫の情報を得て、小学校を訪れたらすでに別の村に文庫が移動した後だった、ということも多かったようである。1915年4月1日、 軍会議事堂に西室軍立図書館が設置された。この時、西室軍立図書館は田辺図書館を吸収し、6月25日に田辺図書館の蔵書を引き継いだ。田辺図書館は個人蔵書を一部借用していたため、すべてを軍立図書館へ引き渡したわけではなく、1918年3月末時点の 軍立図書館の蔵書数は5696冊と田辺図書館より減っている。軍立となっても利用者は少なく、1917年7月の来館者数は134人で観光利が主であった。その理由を、室尾新報は、軍会議児童というがらんとした寂しい場所にあることと、退出手続きが面倒であることの二つであると、 分析し、自由に本を手に取れる大阪商船町合所や、軍公園にあった、簡易図書館の方が、利用者が多いと報じた。少ない利用者の中には、皆方熊靴がおり、南方は、大震一等市があるので通っていたが、閲覧室が、田辺実業学校技芸科の女子生徒の、裁縫実習室としても利用されていたため、生徒の邪魔にならぬようが用のを中断したと、 柳田国与への手紙に綴っている。1921年に、軍政の廃止方針が定まったため、軍立図書館は、和歌山県へ移管される予定であったが、和歌山県会は、図書館予算を削除したため、田辺町へ移管されることになった。1923年に、西室軍立図書館は、田辺町へ移管され、田辺町立図書館となり、 蔵書と器具が町へ無症状とされた。図書館は、田辺町役場2階の会議室へ移転したが、書棚には本に手を触れてはいけませんという張り紙がされ、事実上利用することができない状態となった。この名ばかりの田辺町立図書館が実際に利用できるようになったのは、1929年の新春に、田辺第一小学校創立50周年記念館へ、 移転してからのことである。1942年5月、田辺町が田辺市となったことで、田辺市立図書館に解消した。戦中の活動状況は不詳であるが、1946年6月14日の奇襲民法に、田辺市立図書館に関する当初があることから、終戦直後の厳しい財政下でもすでに活動していたことがわかる。この当初によると、図書館とは、 名ばかりの不十分な施設で、閲覧料は無料であったが貸し出しを受けるには会員にならねばならず、会員になれるのが、田辺市民に限定されていたという。また1948年8月20日の、キー民法は、私立図書館を強化せよと題した社説を、掲載、十数年ぶりに訪れた。田辺の図書館は、新館所は愚か、前に訪れた際には存在したはずの名著も、 ししししててまっているとと局の奮起を促すと記した1947年9月10日、田辺市は公民館設置に向けて協議会を開催し、先進地視察や公民館委員の任命などを経て、1949年2月14日に公民館が設置され、田辺市立図書館はその一角に移った。同年10月には、 神屋敷町の旧軍人会館へ移った。この頃の図書館の蔵書数は15,515冊、年間閲覧者数は8,961人であった。1951年には、和歌山県立図書館記南文館が、田辺市にあった和歌山県産業試験場跡に設置され、それまで和歌山市にしかなかった映画フィルムが常備されることになり、 避難の農産村を巡回して利用された。この頃、田辺市立図書館が行った利用者アンケートによると、よく読まれた雑誌は、リーダーズダイジェスト、文芸春秋、キング、家の光、平凡、サンデー毎日、週刊朝日、講談クラブ、主婦の友であり、面白かった本は、宮本武蔵、風と共に去りぬ、裸者と死者であった。なお利用者は、 教員が4分の1、観光利が1割を占め、専任職員は1人のみであった。当時の和歌山県内の図書館について、熊城が図書館雑誌に寄稿しているが、その中で田辺市立図書館に対し、城下町の空気そのまま、おっとりしているが、その積極化を望みたい。と意見している。公民館との併設のため、ホールで、 イベントがあると図書館利用が制限されるなど、市民からは不満の声も多かったという。1955年から1963年まで、使用されていた建物1955年7月、上屋敷町にあった旧田辺市警察の庁舎へ移転し、公民館から独立した。1956年4月には、田辺市立図書館条例と図書館規則を制定し、同年10月に、 図書館協議会を設置した。1959年の利用者数は63,141人で、職員は3人であった。人口4から6万人の市にある公立図書館109館の中で、貸し出し冊数は7位であったが、資料購入費は60位、利用者数は64位と低かったことから、時代に即した新図書館の建設を求める声が高まり、 1963年11月2日に、鉄筋構造地上2階、地下1階建ての新館が竣工し、11月5日に、開館した。新図書館は、田辺市出身の建築家、片山霊蔵が設計し、1階に、一般図書室、児童室、郷土図書室、新聞雑誌閲覧室など、2階に展示場や会議室を設け、当時の地方都市としては立派であったため、 開館直前に近畿市長会へ出席するために、田辺に集まった市長らが視察に訪れている。市立田辺図書館以来のは総本や、遺文書、田所、王将や文書、統計神社からの帰宅資料などは2階で保存し、後に地方史研究の重要拠点となった。新館会館により利用者が急増したものの、蔵書数は、 1> 約18,500冊とあまり増えていなかった。そこで、キー民放文化事業団は、開館前に市民へ検本を呼びかけ、郷土市やから明治期以降の貴重な郷土資料120冊が寄贈されるなどの成果があった。その後も、年間500から600冊の寄贈が続き、浜悠文庫など、寄贈書で構成された文庫が5つ開設された。また職員は5人に増員された。 図書館の充実の一方で、皮肉にも利用者数は減少を続けることになり、市内にある県立図書館紀南文館との競合も発生していた。1972年5月23日には展示図書の貸し出しを開始し、1977年に廃本自動車の巡回を開始、1987年に移動図書館、弁慶号を導入するなどサービスの充実を進めた。 この間、港区間口と信仰のあった写真家の辻一郎の親族から辻が撮影した写真看板503枚が寄贈された。この写真は図書館でしばらく眠ることになるが、2014年に港区間口検証館が再発見した。1997年11月21日、経営破綻した阪和銀行の行員らが地域への感謝として、 ポケットマネーを出し合い202,769円を田辺市立図書館へ寄付した。同年12月、図書館企画として初めて魚卓展を開催した。2000年2月5日と2月6日には、田辺市教育委員会が図書館の創立100周年を記念した生涯学習フェスティバルを田辺市民総合センターで開催し、図書館100年の歩みとして、 開館を報じる当時の新聞記事、市民から募集した21世紀の図書館像に関する会が作文を展示した。2001年度の入館者数は57,323人、蔵書数は約126,600冊、貸出冊数は16万冊であった。この頃図書館は老朽化し、施設や駐車場が狭いことから、 市民の間から新図書館建設の声が上がるようになり、新館建設資金として40年弱図書館、協議会委員を務めてきた市民から100万円が寄付された。2002年時点では、田辺市立図書館は祝日を休館日としており、ゴールデンウィーク10日間のうち開館したのは3日だけ、冬休み期間17日のうち開館したのは5日だけであった。こうした状況は、 他の和歌山県内の図書館でも似たような状況であった。利用者からの蔵書問い合わせの増加に伴い、2003年5月20日よりインターネットで蔵書検索ができるようにした。2005年5月、田辺市は日高郡龍神村、西室郡中辺地町、大東村、東室郡本宮町と合併し、新しい田辺市となったが、図書館を設置していたのは旧田辺市のみで、 田辺市立図書館を本館とし、旧四町村の図書室を田辺市立図書館の分室とした。2006年4月17日、元宮分室を田辺市元宮行政局に変え、移転、2007年7月3日、新しい応答分室が田辺市応答行政局3階に開け出した。2010年、旧田辺市内のみを巡回していた移動図書館を 合併前の旧4町村のエリアにも拡大した。2012年2月4日、避難病院の跡地に、田辺市立図書館と、田辺市立歴史民族資料館を併設した、田辺市文化交流センター、田辺ルが港地区に開館し、同日から図書館も供用開始となった。同年7月21日には、新館開館記念講演会として、田辺市出身の作家、 勝木日輪が妖怪たちに見せられてと題して講演を行った。タナベルへの移転により、延べ床面積は休館の2倍に、利用者数は3倍に増加し、駐車場も9台しかなかったものが85台へと大幅に増えた。2015年度より和歌山市民図書館と並んで、和歌山県で初めて雑誌スポンサー制度を導入した。 2016年6月1日に田辺ルの入館者数が100万人に達し、100万人目の利用者に図書館長が花束を贈呈した。図書館は田辺市文化交流センター、田辺ルの中にある。2015年度の田辺ルの来館者は225,828人で、うち図書館利用者は223,031人と、ほとんどの来館者が図書館を利用している。 合併前の中平地町、元宮町、竜神村、大道村が設置していた図書室を前進とする。開館時間は9時から17時までで、日曜、祝日、年末年始は全部室が休室となる。田辺への移転にあたり、乳幼児から本に親しめる環境づくりを掲げたことから、子育て世代へのサービスに重点を置いており、館内施設の整備、 子供向けイベントの企画の実施などに取り組んでいる。施設整備の面では、動揺や遊び、読み聞かせなどができる、お話の部屋、靴を脱いで絵本が読める、絵本の部屋、授乳室を併設し、絵本や玩具を備えた、子育て広場を用意している。子供向けイベントの面では、遊戯や絵本、紙芝居の読み聞かせを行う例から2歳児対象の、ひよこタイム、2から3歳児対象の、 コグマタイム、4歳児以上対象のお話タイム、お話会を開催している。映画上映会を開くこともあり、2012年10月20日には、ヒックとドラゴンを上映した。子供向けの活動だけでなく、2013年12月4日には、悪徳商法被害防止のために、消費者啓発講座を開催するなどしている。弁慶号という名前で年に、 導入した。2005年の新、田辺市発足後もしばらくは、旧、田辺市域のみ巡回していたが、2010年より、竜神、中ヘチ、本部、王等でも巡回を開始した。同年末の時点で、巡回拠点は32カ所あったが、利用実績の振るわない拠点の廃止を進めた結果、2017年度には25カ所まで減少した。その後、 2018年度に、地域全体にサービスを掲げて、中ヘチ地,地域に4カ所を新設、応答地域の拠点を移動する変更を行った。弁慶号は、約1000冊を搭載し、1拠点あたり30分ほど停車する。貸出期間は、約1ヶ月である。ありがとうございます。